はい、それでは次の質問に移ります、はい、卒業後の進路について、希望進路について教えてください。はい、私は音高を卒業した後起業していきたいと考えています。私は中学在学中に実際に昆虫養殖について市場を確立し、卒業後には実際に昆虫食を売り出していきたいと考えています。